赤い人。小学生時代の話。体育館の地下に殺人鬼が住んでるって噂が流行った。そういう話に熱中していた俺、T、S の三人組は、早速放課後の体育館に忍び込んだ。当時体育館は、空手などの習い事に夜間解放されていて、 クラブ活動が終わる夕方からしばらくの間施錠されてない時間があった舞台袖から階段を降りると古ぼけた椅子が山と積まれた地下があるこんな場所を懐中電灯の光だけで歩く時点で小学生には十分な肝試しだとはいえここは 学芸会などでも使用している場所で、噂では、この場所に隠し通路が存在し、先に地下2階がある、とのことらしい。俺たちは隠し扉を発見すべく、協力して椅子の山を崩す作業に取り掛かった。買い込んできた駄菓子なんかを食べて、休憩しつつ、 まあ、秘密基地ごっこみたいな気分で、2時間くらいやってただろうか。もちろん扉なんてあるはずもなく、習い事の連中が来るタイムリミットも近い。無駄骨に終わりそうな気配が見え始めた頃、S が声を上げた。こっち来て、この向こうの壁、なんか書いてある。見ると、 確かに椅子の隙間から見える向こうの壁に赤い線が見える興奮した俺たちはほとんど投げるように椅子をどかしていった果たして現れたものはなんてことのないただの落書きだった星形を逆さにして歪ませたようなわけのわからない図形が ののようなもので書いてあるしかしこの発見に舞い上がった俺たちは「あれは殺人鬼が書いたんだ殺した人の血だ」なんて話をしながらこの探検で味わったスリルと一応の成果が出たことに満足して帰路に着いたその夜夕食後 だだらだらしていると S から電話があったややばいよ俺もう死ぬかもしれない錯乱した口調でわめき散らしている携帯なんかない時代だ夜子供が家に電話してくるだけで深刻な事態だった家の前に赤い人がいる 周りをうろうろして入ってこようとしてる。親に言っても相手にしてもらえないというか見えてないみたいだ。赤い人は2メートルくらいあって目鼻口がないのっぺらぼう。動きは看板だけどなんかおいでおいでってゆっくりとそんな動作をしてる。 S, S の話をまとめるとおおむねそんな内容だった急に怖くなった俺はトイレの窓から開花を眺めたがそこには何もいないどこまで信じたものか計りかねるまま俺は S をなだめて電話を切った翌日から S の様子が変わった神経質にビクビクしながら 常に周囲を警戒している。俺と昨夜同様に電話を受けていた T はより詳しく話を聞こうとしたが赤い人がいる。今もどこかにいる。そう繰り返すだけでいまいちよくわからなかった。俺たちは S を気遣いながらもできることなんて一つもなかった。 日に日に彼の状態はひどくなっていった。授業中や休み時間、はっとあたりを見回したり、小さく悲鳴を上げることが多くなった。今、赤い人が校庭にいた。赤い人が隙間から覗いてる。後で話を聞くと必ずそんな答えが返ってきた。見えないものは信じにくい。 俺たちは S を心配していたが、何日か続くうち、彼の言動にうんざりしてきた。そうして少しずつ、周囲と距離ができ始めたある日、S がまた、悲鳴を上げた。お前、赤い人と重なってる。クラスの女子の一人を指さし、そう叫んだのだ。 授業中に暴れて逃げ出す S。先生は怒りだし、女子は泣きだし、阿鼻教官だった。俺と T は、この日を境に、彼から距離を置こうと決めた。その数日後、指さされた女子が、交通事故に遭った。全治、1ヶ月。 S, S はその知らせを聞くと貧血を起こし、学校を早退した。そして一週間、学校に来なかった。オチが尻切れとんぼみたいで申し訳ないが、その後戻ってきた S と俺たちは、ほとんど話をしなくなった。彼は元の明るさを取り戻しており、赤い人の話は、 タブーに思えたんだ後に先生から聞いた話で学校が元は滑走場だったといった話もあるが直接の関係はわからないただ T から一度だけその話を S に振ったと聞いた「赤い人ってまだ見えるの?」 S, S は曖昧に笑って答えたという。うん、いるよ。でもあれはもう招かないし、飲み込んだから。最後まで、わけのわからないことだらけだった。なんか長くなったな。すまん。